お待たせしました。第2弾、創刊号よりもますます内容充実。今回も新作ウルテクなどの情報が盛りだくさん。画面が動くから音が聞こえるからよくわかる。特報のマリオ3、新作の源平討魔伝、プロ野球殺人事件、そして PC エンジン特集、さらに超新作とありとあらゆるゲームがいっぱい飛び出します。最後まで一気にいくぞ。ファミマガビデオ第2弾。それ来た、やれ来たぞ。いよいよの画面公開だ。マリオ3。今回ゲームの舞台となるキノコワールドは、キノコ王国の他に7つの国のあるところ、他にもクッパの治める暗黒の国がある。マリオたちはキノコ王国を出たところからスタートし、8つの国に陣取るクッパたちをやっつけていくんだ。マリオ3はマップ画面、アクション画面の2つのシーンで構成されている。マップ画面には面を示すパネルとそれをつなぐ道があり、君は道に沿って進んでいくんだ。パネルの上で A ボタンを押すと、ゲームはアクション画面に変わり、今までと同じような楽しさいっぱいのゲームが始まるぞ。マリオ3の楽しさは何といってもブロックから出るキャラ。まずはそのキャラを見せちゃおう。おなじみキノコを取ってチビマリオからスーパーマリオに変身。そして新しいキャラ、しっぽマリオ。葉っぱを取ってしっぽマリオに変身だ。しっぽマリオには3つのパワーがある。後で紹介するよ。ファイヤーフラワーを取るとファイヤーマリオに変身。ファイヤーボールを投げて敵を倒す。そしてスターを取って無敵のマリオに。空中でスクリューアタックできるぞ。さて、今までカメはキックできるだけだったけど、マリオ3では B ボタンを押しっぱなしにしておくと甲羅を持っていけちゃうんだ。そして投げるとブロックを壊すことができる。ここで尻尾パワーの紹介だ。ジャンプした時 A ボタンを連打すると空中をふわふわ飛ぶよ。そして B ボタンで尻尾を振れば、そばにいる敵を跳ね飛ばせるし、尻尾でブロックを壊すことができるんだ。つまりパンチの代わりになるわけだ。さらにメーターが P の文字のところまで上がればスーパージャンプだ。スイッチはブロックがコインに変わり、ここで一気に獲得できるという丸得スイッチだ。キノピオの家は3つの宝があり、そのうちの1つがもらえる場所だ。そしてスペードマークにもキノピオがいて、マリオにボーナスゲームをさせてくれる。まずはスロットマシーンの絵合わせゲーム。うまく揃うとマリオが増えるぞ。Nスペードでは神経衰弱ゲーム。カードを2枚めくって同じ絵だとそのアイテムが手に入るというもの。2回失敗するまで挑戦できるからアイテム獲得の確率大。さて、手に入れたアイテムだが、これはマップ画面で使える。ハンマーやオルゴール、笛や竜巻など、
マップ上進むために必要なアイテムを手に入れ、障害を乗り越えてくれ。山あり谷ありどころじゃない。海や空、地下に氷山、砦までと、まあいろんなシーンがあるマリオ3。そんなゲーム内部をほんの少し見せちゃおう。1の砦。砦のボスはトゲを出したりジャンプしたり手を振り上げて向かってくるから、こいつを3回踏んづけて倒すんだ。さあ、お城に着いたぞ。犬に飼えられた王様、助けを求めているキノピオ。ふと空を見るとコクッパの飛行船。飛行船の中は砲台だらけ。上から下から左から右から撃ってくる弾をかいくぐろう。コクッパから杖を取り戻して王様も元通り。その他この8ワールドにはそれぞれの国に応じた特徴ある地形や敵がマリオとルイージを待っているんだ。そしてなんと2人プレイの面があるんだ。これはすごい。2人でプレイすると同時にコース上進んでいくから、協力し合ってクリアしたり相手の行き先を邪魔したりできる。カードやアイテムのトリックを楽しんだりしちゃえるんだ。さあどうかな、マリオ3奇想天外ぶっ飛びの内容。いよいよ10月23日任天堂より発売予定だ。特報、ファイナルファンタジー2。悪のパラメキア帝国打倒のためフィン王国の4人の若者が帝国軍に立ち向かうぞ。セーブは4人まで可能。主人公である4人の若者の名はフリオニール、レオンハルト、マリア、それにガイ。ここは反乱軍のアジト。作戦会議室には反乱軍の中心人物、王女ヒルダがいるぞ。このゲームの売り物の一つ、ワードメモリーシステム。会話中の重要な言葉は覚えておこうね。そして必要に応じその言葉について尋ねてみるんだ。ここはストーリー上重要なポイントになる始まりの街、アルテア。旅立ちの準備をここで整えておこうね。道具屋では旅に必要なアイテムを買おう。防具屋ではもちろん防具だよ。町ではもちろん人々と話をして情報を集めるのも大切なことだね。茂みには体が半分隠れてしまう。とても凝ったグラフィックだよね。盗賊なんてのもいるみたいだぞ。そして魔法屋では魔法の本を買うんだ。準備が整ったらさあ旅立ちだ。
どんな冒険が待ってるかな。それではここで乗り物特集。前作より種類も増えて楽しさ倍増だぞ。お、定期便の飛空船だ。前作でおなじみのカヌーだね。こちらもおなじみの船。またまた飛空船。お、何か見えたぞ。秘密がありそうだね。森の中でうろうろしてるのは何かな。新登場チョコボは捕まえたら乗り物に使えるんだ。雪上船も新しい乗り物だね。さらにダンジョン、その他いろんな地形が君を待ってるぞ。旅に疲れたら町の宿屋で回復させよう。期待のロールプレイングゲームファイナルファンタジー2、12月上旬スクウェアより発売予定。新作紹介。さあ、まずは業務用で人気の源平トーマ電。業務用と違い、こちらはテレビ画面とボードの両方を使ってみんなでワイワイ楽しめるものだぞ。4人まで同時プレイ可能。もちろんコンピューター相手に1人ででもできるよ。じゃあ4人で遊ぶことにしようね。名前を決め、それぞれのスタート国が決まったらフィギュアをボードに置こう。過激を役と魔物役の人はそれぞれコントローラーを持とうね。はじめにおみくじを引くぞ。ああ、大凶だ。さあ、過激をプレイヤーはお城を目指せ。魔物プレイヤーは魔物を使って過激をの邪魔をしようね。魔物の特殊攻撃。あかんべーだって。魔物を倒すと銭と徳が手に入る。つづらを持ってるのもいるぞ。呪文カードを引こうね。さあ、上司と対決。でも、ああ、やられちゃった。エンマ様のルーレットの試練が待ってるぞ。城へ向かう前には地蔵でライフを回復。鳥居ではレベルを上げておきたいよね。さあ、今度は勝てるかな。やった、上司を倒したぞ。さて、次はどの国へ進もうかな。次のターンを始める前に、今度の過激を焼く魔物役にコントローラーを渡すんだよ。過激をピンチ。そんな時には呪文を使いたいね。旋風剣とカードを出すんだよ。鎌倉に近づけば、こんな義経みたいな強敵がゾロゾロ出てくるぞ。さあ、頼朝を倒すのは君かな。10月下旬発売予定、ナムコ。プロ野球殺人事件。元プロ野球選手の井川卓、
ある日突然偽札殺人事件に巻き込まれ、警察に追われる羽目になってしまった。この無実を証明するため、自ら捜査に乗り出すというアドベンチャーゲーム。井川くんの自宅からさあスタートだ。登場人物は50人以上と多彩。他人の空にのどこかで見かけた人物が登場するぞ。さあ9つのコマンドを駆使して必ず犯人を挙げてくれ。基本的には話す、調べる、道具、休む、メモ、考えるの6つ。そしてマップの中のある地点を集中的に操作する場合、話す、調べる、使う、取る、元に戻るの5つコマンドを使用するんだよ。プロテスト、それに草野球と称して、アドベンチャーゲームながらスポーツゲームも入っているのがポイント。遠投をしたり、ボタン連打の 100m 走、走れー。お次は反射神経を問う守備テスト。見事合格、やったー。でもダメか。それじゃあと助っ人として草野球する井川くんでした。なお警官に捕まると突然シューティングシーンになるから、うまく逃げてくれ。井川くんの自宅がある横浜からスタートして、川崎、所沢など全7都市を回るんだ。さあ殺人事件は無事解決するのでしょうか。11月下旬発売予定、カプコン。ファミコンウォーズが出たぞ、ファミコンウォーズが出たぞ。こいつはどえらいシミュレーション、こいつはどえらいシミュレーション。のめり込める、のめり込める、のめり込める、のめり込める。母ちゃんたちには内緒だぞ、母ちゃんたちには内緒だぞ。のめり込むシミュレーションゲーム、ファミコンウォーズ。ファミコンウォーズが出たぞ。ウルトラテクニック、付録の解説者と一緒にしっかりマスターして試してみてくれよ。横綱技、掛布くんのジャンプ天国、テンナップ増殖技。まず1-3でポールの頂点に飛びつく。すると掛布くんがポールの反動で飛ばされ、上の画面に切り替わる。この瞬間にコントローラー1の十字ボタンの左を押そう。成功するとワンナップを10回やるよ。ここでわざとやられると、また1-3から始まるんだ。このウルテクを繰り返すと、最高256人まで増やせるんだよ。横綱技、太陽の神殿、ピクチャーセレクト。二層印でイシチェルの玉を取り、その玉を洗う。次にチャックモールの剣を置く。
そしてライターを洗うと、特に変わりはないようですがと表示される。その画面でセレクトボタンを押しながら A ボタンを押すと、名称表示部分に数字が並ぶ。この数字の一番左を B ボタンを押しながら十字ボタンの上下で動かし、そのまま左を押せばその数字の画面が表示されるぞ。横綱技ベストプレープロ野球サウンドプラスピクチャーセレクト。まずリーグデータで F チームの監督を園部にする。そしてメニュー画面に戻してチームデータにカーソルを合わせ、コントローラー1をセレクトボタン、十字ボタンの右左の順に押そう。すると新たなウィンドウが出現するぞ。そこで十字ボタンの上下でカーソルを希望のモードに合わせて A ボタンで実行すると、各チームの応援歌が流れたりゲーム中の画面が出たりするんだ。大関技エッガーランド迷宮の復活ラウンドセレクト。まずコンティニューを選んでキー操作、好きなとこ、行く機能、見せなさいと入れよう。次に終わりを選ぶとタイトル画面に戻った時に音が鳴るんだ。ゲームが始まったらマップ画面にしよう。セレクトボタンを押しながらコントローラー1の十字ボタンを押すとカーソルが動くので、始めたいラウンドにカーソルを移動させよう。そしてコントローラー1の B ボタンを押してマップ画面を解除すると、始めたいラウンドでプレイできるぞ。大関技熱血高校ドッジボール部キャプテン増殖技。対抗試合を選び、ポジション変更画面になったら一旦2プレイヤーチームの選手全員のポジションを決めて、コントローラー1の A ボタンを押そう。次にそれを取り消して1プレイヤーチーム全員のポジションを決めよう。コントローラー1の A ボタンを押してゲームスタート。そして2プレイヤーチームのメンバーを見ると、なんとキャプテンが増えているんだ。これは強いぞ。このアメリカチームの場合は全員キャプテンのウィリアムだ。大関技熱血高校ドッジボール部新必殺シュート。新たな必殺シュートを発見。普通必殺シュートはダッシュして7歩目に投げるが、実はダッシュして1歩目に必殺シュートを投げられる選手がいたのだ。それは花園高校の成高選手。彼のシュートはぐるぐる回転するので命中率は高く、内野全員に当たる可能性大だ。大関技三国志中限の覇者機動力42増大。出陣したらまず機動力を3から5残して敵と接する。そして攻撃のコマンドを実行し、敵を蹴散らしてまいりますと出たらキャンセル。そしてもう一度攻撃すると機動力がいきなり40になる。これで計略も使い放題。敵を弱らせて一気に叩き潰せ。小結び技レインボーアイランドダイヤに乗る。アルカノイドワールドのドーのところでバビーを全滅させてコンティニューしよう。するとビッグダイヤが現れ、そのダイヤの上に乗れちゃうのだ。小結び技レインボーアイランドワープするバビー。これはゴールインした時やワールドのボスと戦っている時に虹登りを繰り返して画面の一番上まで行こう。そうするとバビーが画面の下から出現してしまうのだ。小結び技貝の冒険バリアをつける。これはフロア53のスタート地点の上にあるライオンの石像に触ると貝にバリアがつくんだ。貝が1回敵に当たるとバリアが取れてしまうけど、石像に触ると何回でもバリアがつくからね。重量技究極張り切りスタジアムホームランレース中止。デモ画面の選手をコントローラー1で操った後なら、ホームランレースの投手をコントローラー2で操れるよね。そこでもしこの投手が打者にデッドボールを与えたら、なんとホームランレースは中止だ。
重量技妖怪道中記、ハイジャンプでマネーを取る。さばきの谷の入り口にタロスケのジャンプでは届かないところに5000マネーあるよね。そこで近くのよろず屋の木の壁に登ってジャンプしよう。すると5000マネーが手に入るよ。幕下爆投士パットンくん、首を飛ばすパットンくん。まずどのマップでもいいからゲームを始めよう。次に自分の戦車をわざと敵の撃った弾に当て、人間だけになったら安全な場所で約1分30秒じっとしてるんだ。すると人間が首をポーンと飛ばしてしまうんだよ。場外技雷神無敵。3人目のネームを SEILANE と入力してこのネームを選びスタートしよう。するとエネルギーは減るが、ゼロになるとまた回復するんだ。つまり無敵になるんだよ。場外技1943、消えないレーザー。まずサイドファイターをつけ、次にレーザーをつけよう。すると普通よりレーザーの幅が広がる。この時敵に当たりサイドファイターが破壊されても、レーザーの幅は広がったままなのだ。これなら敵をたくさん倒せる。特集 PC エンジンファン。さあ今後は PC エンジンの特集だ。まずは 3D アクションゲームの元祖的な存在、スペースハリアー。一瞬業務用かと間違えるくらいの出来だ。地平線は上下に、背景も左右に動く。キャラは全てスプライトなのでスムーズに動き回り、たまらないスピード感にのめり込めるぞ。ボーナスステージでは味方の白いドラゴンに乗って得点アップだ。全18ステージ、アイダが、ボスキャラのスケイラが、ビンスビーンが迫力で迫ってくる。しかもこれで完成ではなく、現在オリジナルのエンディングを制作中とのことだ。12月9日発売予定、 NEC アベニュー。そしてもう一本、ドラゴンスピリット。アリーシャ王女を助けるためにアムルが戦うシューティングゲームだ。地上の敵と空中の敵を倒す縦スクロールゲームで、主人公がドラゴンという設定だ。このドラゴンは首が2つ3つと増えてパワーアップするのが特徴。今回8エリアのうちエリア4までを紹介しよう。エリア1ではプレシオザウルスのボスがいる。エリア2は火山地帯だ。エリア3は密林地帯。エリア4は砂漠地帯。さあどこまで行き着くことができるかな。なおこのゲームは BGM が絶品だから、ぜひ AV ブースターにつないで聞いてくれ。12月発売予定、ナムコ。さてここで PC エンジンのウルテクを紹介しよう。付録のファミマガミニで復習してくれよ。まずはプロテニスワールドコート。このゲームはサービスが真上からしか打てなかったが、ターボパッドをつなぎ2ボタンの連射を最大にしてサーブすると、横からサーブが打てるんだ。
同じくワールドコートのクエストモード。ここで次のパスワードを入れよう。赤いキツネのおつゆはうまい。丸。すると画面が4つに分かれ、ハイスピードでゲームができてしまうんだ。さて、発売されたばかりのエイリアンクラッシュ、下の画面のところから行けるボーナスステージでできる技だ。ここで骸骨を1匹残して他の敵を倒してしまおう。そして左下の穴にボールを入れるのだ。すると鳥が出現する。そこで鳥を倒すとボールが1つ増えて得だよ。また点数をひたすら取って上の得点表を99999900にするとエイリアンを倒しエンディングが見られるよ。次は R タイプ1の技だ。ステージ3の巨大戦艦の変な倒し方。巨大戦艦の上のところでフォースを打ち込み下へ行こう。するとフォースはついてこれずに画面から消えてしまう。そのまま進んでいくと、なんと上からフォースがやってきて巨大戦艦の弱点に弾が当たる。どうです、早く倒せておかしいでしょ。そして最後はプロ野球ワールドスタジアム。ウォッチモードを選んでナムコットスターズにし、そのままカーソルを動かさずに1ボタンを押してみよう。なんと C2 も N になるんだ。そしてゲームを始めてみると C2 の方が00チームというのになってる。このチームは派手なユニフォームで画面からはみ出す球を投げてくる。最後の最後はワールドスタジアムに巨人が現れる技。まずファールを打つ。そしてちっちゃいモードからでっかいモードに変わった瞬間にポーズをかける。すると巨人が現れる。このタイミングが難しいぞ。さあどう、楽しかった？ PC エンジンファンにはこれからもこんな楽しいためになる特集をたくさん用意するからね。ここでファミマガでおなじみ僕たちゲーセン野郎の紹介だ。注目の一つ、チェイス HQ。 台頭のフルスロットルがさらにパワーアップしたものだ。ナンシーより緊急連絡、指名手配中の連続誘拐犯がブルーのツーシーターで郊外へ逃走中、緊急逮捕へどうぞ。了解。これをあの田尻聡先生にプレイしてもらったぞ。ニューヨークを舞台にチェイス HQ と呼ばれる主人公トニー・ギブソンとレイモンド・ブローディの両刑事が5台の逃走車を捕まえるまでカーチェイスが続くのだ。このカーチェイスはちょっとエキサイティングだぜ。国家機密法違反、並びに殺人容疑で逮捕する。私は本当に嬉しい。9月下旬登場予定、台東から。ソウルに行けない全国民のためにコナミが一肌脱ぎました。ファミコンカセットコナミックスポーツインソウル絶賛発売中。コナミ。呪われた国エステリアを舞台に繰り広げられる感動のロールプレイングゲーム、イース。奥の深いシナリオとファミコンの限界に挑戦したグラフィックで送る壮大なドラマ。6冊の古文書イースに秘められた謎とは一体何か。
いよいよ8月26日発売。私には秘密があります。それを一人一人にお話ししたいので、もう少し私に近づいて。スーパーマリオ3マガジン第2号を山田くんに捧げます。源平とオマデンの2大別冊付録は断然中村くんに喜んでもらいたい。ファイナルファンタジー2はもちろん佐藤くんが独り占めにして。そして私の電話番号、これは秘密。秘密いっぱいのファミリーコンピューターマガジン、徳間書店。超新作ゲーム先取り大作戦。エリカとサトルの夢冒険。5つの町を駆け巡り、時の冠を探しに行くアドベンチャーゲームだ。このゲームは2つのコントローラーがそれぞれエリカとサトルを動かしている。そしてある時はマップ上で位置を知り、またクローズアップで見ることができる。つまりマップ画面が2人分あるんだ。さらにゲームスタート時に1人用2人用どちらを選択するかでゲームの展開が変わるという機能もついている。これによってある場所に行った時、1人用ならクイズ、2人用ならアクションゲームが楽しめるというわけだね。9月27日発売予定、ナムコ。ファンタジーゾーン2、オパオパの涙。可愛い主人公オパオパが人気のゲーム、ファンタジーゾーンの続編。今回は8つのラウンド、31エリアを雑魚キャラ、前線基地、ボスと戦い、お金を集めながらショップでパワーアップし、謎の大ボスと戦うんだ。何しろ45種類の敵と戦うからアイテムもたくさん。前作と違うのはマップが広くなったので、ワープゾーンを使って各エリアを行き来しなくちゃならないこと。さあ、オパオパが最後に戦う敵は一体何者なんだろうね。12月発売予定、三電子。怪獣物語。闇の封印から目覚めた大魔王ファットバジャーを封印するため、地球から来た少年と背中に貝をつけた怪獣の4人の勇者が冒険をするゲーム。火、水、大気、大地の4つの貝を持った勇者はシェルドラド大陸の四隅からスタート。4人が集まった時、大魔王を封印することができるよ。プレイする勇者を好きな時に変えられるのも面白い。1人の勇者を強くして仲間を守りながら進んだり、全員強くしてからパーティーを組んだりと、一味違った遊び方ができるぞ。11月発売予定、ナムコ。ホームランナイター。このゲームの特徴は、2人で遊ぶときは他の野球ゲーム同様に12球団の自由選択で対戦できるんだけど、1人で遊ぶときは30試合の総当たりリーグ戦ができ、もう一つのリーグの優勝チームと日本リーグもできるんだ。他にも人工芝球場、ドーム球場、土グランド野球場と4つのタイプの球場を選択できるんだ。監督の顔色が試合経過によって変わったり、試合終了後テレビニュースもあり、一見の価値あり。89年2月下旬発売予定、データイースト。中島悟 F1 ヒーロー。日本人初の F1 ドライバーとして活躍している中島悟監修のレーシングゲーム。コースは世界の F1 サーキットを忠実に再現した全16コース。マシンは4種類用意されていて、本格的なレースができるぞ。まずはウォーミングアップモードで走行テクニックをマスターしてからグランプリモードに挑戦。最終的に中島悟と勝負するんだ。また2人プレイもできるので、友達同士と対戦するのも楽しいぞ。
11月25日発売予定、バリエ。アメリカンフットボールタッチダウンフィーバー。ダイナミックでパワフルなアメリカンフットボールが業務用から移植される。ショットガンフォーメーションやシルバーライトフォーメーションなど、実際に使われる戦術が100種類以上も入っているんだ。出場チームはアメリカのイースト、ウエストから6チームずつ、合計12チームが参加。モードはトーナメントと総当たりの対抗試合の2種類。コンピューター相手の1人プレイ以外にも、1プレイ対2プレイや2人で1つのチームを操作する共同のプレイも楽しめるぞ。ハーフタイムも楽しいぞ。11月11日発売予定、 K アミューズメントリース。エイリアンシンドローム。グロテスクなキャラクターが続々登場のシューティングゲーム。主人公のリッキーかメアリー、どちらか選んで仲間の救出だ。全7ラウンドで、各ラウンドのボスたちは強敵ばかり。どれをとっても気持ち悪くて、その姿形だけでもやられそうだから、気を引き締めて進んでくれ。2人同時プレイももちろん OK だよ。11月下旬発売予定、三電子。テレビの人気番組ナイトライダーがゲームになった。しかも 3D 画面でリアルなゲーム感覚。ドライブとミッションの2つのモードがあり、ロサンゼルスを起点に全15ステージで構成されている。戦闘モードであるミッションモードを選ぶと、15ステージが3つずつ5つのミッションに分かれ、各ミッションのボスキャラをやっつけて進むんだ。各ミッションクリアでパスワードをもらい、最終ミッションの謎のボスキャラをやっつけるとゲームクリアだ。9月30日発売予定、パックインビデオ。ファミマガビデオ第2弾。迷子迷子をパワーアップして、よりエキサイティングに登場するぞ。みんなの期待を裏切ることなく頑張るから、いつでもこのビデオを参考にしてナンバーワンになってくれよ。じゃあ次号発売日11月21日まで、しっかり腕を磨いといてくれ。